今なお人気を持ち続けている軍人は、海軍の連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃の指揮を行った山本五十六であろう。山本は、この戦争の無謀さをよく理解していた。内心、軍事冒険主義だと思っていた節さえある。彼は、師匠の近衛文麿に日米戦争が勃発した時の見通しを尋ねられた時、こう答えている。自分は軍人だから、戦争をやれと言ったらやります。そして最初の1年間は暴れてみせましょう。だが、それ以上はわかりません。日中戦争が始まり、日本は1940年には北部仏印進駐、翌年には南部仏印への進駐という軍事冒険主義を進める。それに対し、アメリカは在米日本資産の凍結や石油の日本への輸出全面禁止、そして最後通帳のように日本の権益、領土、同盟の放棄を謳った春ノートを突きつけるのだが、確かに山本も日米開戦はもう避けられないと考えていた。しかし、日本軍が軍事的に優位に立てるのはせいぜい1年くらい。それも誰もが予想だにしない奇襲作戦で、アメリカを混乱に貶めるしかチャンスはない。そう山本が思い、真珠湾作戦を発案したのが1940年5月頃だったと言われている。軍人としての山本はアメリカと戦争を行うことの無謀さを承知していた。山本にとってはこれしかないという決意を込めた作戦だった。海戦といえば艦隊決戦を考える海軍の主流からはあまりに常識外れと捉えられ、見向きもされなかった。しかし山本は諦めず、大西滝次郎第11航空艦隊参謀長に真珠湾攻撃の作戦を練るように密かに命じ、作戦を具体化する作業に入っていく。こうして完成した真珠湾攻撃作戦案が軍令部に提出されると、軍令部は投機的すぎると猛反対をした。だが山本は一歩も退かなかった。この作戦が認められなければ連合艦隊司令長官の職を辞すという山本の前に、軍令部はついに承認するのである。そして1941年12月8日、運命の日、日本海軍の南雲機動部隊が米太平洋艦隊の根拠地ハワイ・オアフ島の真珠湾を航空兵力をもって奇襲攻撃した。日本の攻撃隊は極めて正確な雷撃、爆撃を仕掛け米戦艦8隻を撃沈撃破することに成功。これによって米太平洋艦隊は主力艦を一挙に喪失する壊滅的打撃を受け、太平洋における当面の軍事行動が不可能となった。それは持たざる国が戦わざるを得ない状況に置かれ、選択肢の少ないギリギリの中で挙げたまさしく未曾有の大戦果であった。しかし日本は通告なしに真珠湾を叩いたと知り、山本は困惑した。有名なリメンバーパールハーバーの合言葉に代表されるように、真珠湾攻撃作戦は米国人の戦意に火をつけた。米国民は激高し、沿線気分は雲散霧消、日本叩くべしの声が全米で高まってしまったのである。実はルーズベルト大統領は大統領選挙当選時に戦争不参加を公約していた。自国が攻撃されない限り戦争に参加しないと、戦争不参加の公約は世論の圧倒的な支持を得ていた。それほど米国民は遠く離れたアジアやヨーロッパでの戦争に巻き込まれることを嫌っていたのである。ルーズベルト大統領はこの公約を180度翻して、日本やドイツと開戦するための口実を求めており、日本は答えた。確かに真珠湾攻撃は戦術的には歴史に名を残す雄大で斬新な作戦であったが、明らかに米国を怒らせない、沿線気分を高めるという大本営政府連絡会議の方針を無視した行動であり、戦略なき作戦であると批判されても仕方がない。山本の言うように海戦壁頭的に大打撃を与えて、一挙にアメリカ人の士気を喪失させるという政治的意図もあったことは確かであるが、1942年4月18日、アメリカのドリットル隊の B-25 爆撃機、16機が、東京、川崎、横須賀、名古屋、四日市、神戸を爆撃した。この本土初空襲で死者は50人。海戦から半年足らずのことだった。この空襲に対し大本営発表は敵機9機を撃墜と虚偽発表を始めている。日本軍のメンツは完全に丸つぶれとなった。特に海軍に与えた衝撃は甚大で、山本はミッドウェー島占領を力説、各艇正規空母4隻を主力とする機動部隊がミッドウェーへと出撃し、運命の一戦ミッドウェー海戦が勃発するのである。結論から言うと、情報収集に長じるアメリカ軍の待ち伏せ攻撃を受け、海軍は主要空母4隻を失って第一航空艦隊が事実上壊滅した。その後の1943年4月、山本は以後作戦実施のために前線の視察を希望した。ラバウルに到着した山本は士気を調整し、将兵の士気を鼓舞するという役目を誠実に果たした。攻撃隊が出撃する際には必ず真っ白な第二主軍装を着て、これを見送ったというエピソードはこの時のことだ。山本はもう自らと海軍、さらに日本には先がないと達観していたように思われる。かかる急遽の中、山本は死を乞う心境に立ち至っていたと思われ、1942年9月には、あと100日の間に小生の余命は全部すり減らす覚悟にござそうろう、としたためた手紙を、郷土の知人に出している。当時は支那方面艦隊司令長官となっていた吉田善吾も、この時期に、山本から受け取った手紙を読んで、どうも死ぬつもりでいるらしいよ、と同艦隊の参謀長に語った。以後作戦が終了すると山本は、
ガダルカナルに最も近いショートランド方面の基地を一式立行に乗って激励して回りたいと言い出したのである。それも護衛戦闘機はわずか6機ということにされた。この視察は攻撃され戦死することを期待した山本のいわば自殺の試みであったとする説がある。しかし山本の情の厚さに鑑みると、同乗す連合艦隊司令部の要員や搭乗員も道連れにするような自殺に出るとは考えにくい。山本が危険な視察に固執した理由は不明のままである。この時山本襲撃のチャンスがあることを知ったニミッツは、太平洋艦隊の情報参謀エドインに彼を殺害することに成功したとして、より優秀な指揮官が後任の連合艦隊司令長官になる可能性はないか、と尋ねた。答えは、そんなものはいない。あえて言えば山口多門だな。彼はミッドウェーで戦死しているというものだった。敵主たる米側が山本を高く評価していたことを示す相話であろう。山本は視察中止を求める参謀の声にこうしてその視察に赴いた。本来なら最高司令官はそのような危険の多い視察は行わないことが普通だった。以後作戦はラバウル周辺の制空権制海権を確保する意味を持っていた。それが戦線の伸びきった日本の避けられない戦略だった。山本は自ら1年は暴れてみせると言ったが、その1年が過ぎて日本軍は戦時体制を整えたアメリカ軍に抗するために占領地域を絞り込む、あるいは縮小の方向へと舵取りをしようとしていたのだ。その時に伸びきった戦時にいる兵士たちは切り捨てのような運命を迎えかねない。その兵士たちに何らかのメッセージを伝えなければならない。山本の前線視察にはそのような意味があったと思われる。そして山本五十六はドゥリットル隊の本土空襲からちょうど1年後の1943年4月18日ブーゲンビル島上空でアメリカ陸軍航空隊の P-38 ライトニング16機に撃墜され戦死した。戦死時に着用していた第三種軍装は太平米戦争に突入してから山本が初めて着用したものだった。特に山本はトラック基地にいた時、時と場所を問わず出陣する艦船があればいつでもこの2種軍装で見送った。参謀たちは目立つ白い軍装は危険であるためやめるよう進言するほどであった。戦死したその時に限って第三種軍装を着ていたというのは長官にとって実に無念であったことだろう。なおブーゲンビル島に墜落した一式立行より発見された山本の遺体は不思議と損傷しておらず、地上に降りた後もなお絶足していなかったのではないかとする見解もある。中には山本は実は生存していて後に自決したと主張する向きさえあるが、それは想像力の産物だというほかない。山本は敵弾を受けて机上戦死したのか、それとも地上で事切れたのかと問われれば後者の可能性が高いとも思うが、ともあれ難命の早急のもとに山本の生涯は終止符を打たれた。その死は1ヶ月以上も国民に伏せられた。山本五十六はおそらく一番アメリカのことをよく知っていた日本の軍人だった。それが1年なら暴れてみせましょうという発言になったわけだが、真珠湾攻撃を成功させた山本の国民的人気は非常に高いものがあり、帝都が爆撃を受けても彼は希望の星だった。そのような人間が、そして連合艦隊司令長官という要職にある人間が、なぜわざわざ危険な前線のブーゲンビルに視察に行って兵士たちを励ますなどということをやったのか。また周囲はそれを止めたのにもかかわらず、山本は強行に視察に行くことを主張してあっけなく死んでいった。山本の存在はあたかも昭和日本の苦しみを一身に体現しているかのようである。以後山本は元帥の称号を与えられ、6月5日に国葬に付された。昭和天皇は山本元帥を国葬にしなければならないのかねと疑問を呈した。この国葬は国民の米英に対する敵内心を煽り、戦争遂行への強い意志を鼓舞する意味が込められていたのだろう。これは皇族家族でない者が国葬に付された最初の例であり、かつ戦前唯一の例である。真珠湾攻撃の英雄が戦死していたとの教報に国民は震撼した。山本五十六の死を画期として大東亜戦争の動くわずかなりとも希望を持つことができた段階は終わり、日本は艦船と航空機を溶鉱炉に投げ込み、人を憎引き機にかけるがごとき戦に突入していくのであった。